普通のジングル入りだ。はい、はい、明日明日カリくんにどうやってできるよ。両党は多分、うん、衝撃、もう仲間がまた一人発狂するだろうな。まあでも一応まだ童貞のまま、うん、もう時間の問題じゃないですか、もう、うん、まあ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 、でもそれはお家はどこなんですか。実はね、そこまで遠くなくて、うるま市の方。ああ、もう最高っすね。もう本当にタイミングがあればいつでもデートできるし。すげえ。いや、やっとですよ。やっとですね。何年ぶりですか、彼女。だからもう初。人生初。すごい。面白い。言われたよ。嘘でしょ。嘘ついてるんでしょ。まあもうギャグですよ、正直。いや、俺は本当はそういうタイプだからさ、まあ、多分まだ信じてはいないと思う。周りの話で後々、うん、あれじゃん。これさ、でも女性からしたら、あー、どうなんですか、ね、どうなんだろうね。でもそんなやつが1回目のデートで告白してくるからね。からこれでも言わないとダメだなと思って。いや、すごい、緊張しませんでした。した緊張しますよね。っていうか、ツイキャス配信してほしかった、その瞬間。この子と会ってからのこの周りの紹介とかが一気に来て、全部断ってたわけ。はい、あ、だから、あ、これちょっと早めに行かないと、うん、タイミング逃すなと、うん、それで、まあ、焦ってるのとはちょっと違うけど、これちょっとタイミングだな。いやいや、言っといてよかったですね。これからですね。一応 OK もらえたし。あ、じゃあ1週間も経ってないっすよね。いや、今日の、深夜まで飲んでて、その時に1回行って、でこっち来る途中にもう1回電話で話して、一応お酒の勢いとかじゃないのっていう確認されたけど、はい、いや違うよ。すげえ、ちょっといいな。いいな、もうキュンキュンするっていう感じです。キュンキュンする。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。思考回路がかまるの放送実行委員会。しゃこんばんみ。はい、カマルの放送実行委員会、生放送でお送りしています。パーソナリティの上地でも下地でもない、うんちでもない、あの中地です。てか、どの中地なの。あの中地です。あの中地なんだね。そして、はい、そして顔濃い芸人のニヤケンです。こんばんは。皆さんこんばんは。ザ・ソースです。ザ・ソースでございます。本当にザ・ソースっていうゲームよくない。そういうのザ・ソース三宅ザ・ソースの三宅、うん、いや似合うな。よくない。めちゃくちゃいい。解明しよう、うん、ソース三宅。ソースザ・ザ・ザ・ソース三宅。ザは欲しいね。あ、でもなんか言いにくくない。どうせ呼ばれるときね。そうだね、略されるよ、うん、ザは。ソース三宅。ソース三宅。三宅ザソースは。ソース三宅ザソース。うん。え、俺のこのなんだよ、ピン単体としての芸名。芸名芸名。三宅ザソース。うん。よくない？よくないな。よくないか。よくないな。ソース三宅は俺めっちゃいいなと思って。ソース三宅めっちゃいいね。うん。ちょっと語呂的にも。うん。解明します。おお、軽いね。うん。軽いね。ソース三宅にします今日から。ということで、あの中地と、ソース三宅で、はい、1時間生放送をお送りしたいと思います。お送りしていきますよ。早速コメントが来ています。はい、こうたくん、こんばんは。こんばんは。今日も暑かったねと。そうですね、12月とは思えない、ねえ。那覇は最高気温29度を記録したらしいですよ。
しかも今日ね、なんか雨降ったじゃないですか、うん、全然あの雨にびっちょびちょで自分帰ったんですよ、うん、全然気持ちいい。だから夏の雨だよね。そう、ちょっと夜はちょっと寒いですけど、今はちょっと寒いですけど、うん、気持ちよかった今日の雨は。でも夏に雨打たれても一応普通に気持ちよくはないけどね。気持ちいいよ。寒いけどね。めちゃくちゃよかった今日の雨、うん、もう一回降らないかな。シュプリームさんこんばんは。こんばんは、上沼恵美子です。恵美子さん、上沼恵美子さん、恵美子さん。 M1 グランプリね、先週の日曜日に行われましたけども、よかったですね。よかったね。うん、いやもう今年はかなりいい大会だったんじゃないかなと、うん、そうだね、この売れてない芸人からはそう見えましたが、うん、でもみんなそう言ってますよね。そうだね、結構ね評価高いよね、うん、いろいろまた上沼さんでいろいろ揉めてましたけど、うん、トロサーモンの久保田さんと、ね、はい、武志さんの、まあ、いろいろ問題もありましたけども、うん、ね、ちょっとさ、 M1 の審査員ってさめちゃくちゃ難しくない？いやそりゃそうだろう。だから、まあ、もちろん難しくないで当たり前だけど、うん、超難しいよね。どう審査すればいい？なんかさ、俺の中でこの審査をするにあたっての二通りあるのかなと思うのがあるんだけど。二通り？これはもう客観的に、客観的にというか、うん、一般人の感性として見る審査。はい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 、はい、一般人はこれを面白いと見るのかっていう審査、うんうん、と、あともう芸人として、そうだね、芸人として見る審査、一芸人として見る審査っていう二通りあると思うんだけど、どっちで審査を知ればいいのかなってさ。いやそれも難しいよね。まあでもさ、みんなそうだけど、我々も全員、全芸人そうだけど、あの芸人に漫才コント面白いことを見せるためにやってるわけではない。もちろんお客さんに向けてね、お客さんに笑ってもらうために、まあ日々ね、こんなクソみたいな生活してますけど、うん、でも、うん、まあ、芸人に審査されてるわけじゃない、もうシステムがそうじゃない、もう、もうそうだよ、芸人に審査をしてもらうっていう時点で、もう、もうさ、まあ、沖縄で言えばさ、O-1 グランプリとかはもう、うん、もう一般投票って、そうですね、完全に視聴者投票だけど、もうさ、M-1 グランプリはもう審査員に審査してもらってるんだから、うん、その時点でもう一般人目線で審査はできないよね、もちろんだけど。もちろんそうでしょ、もうどうなのかな。なんか上沼さんとかはまあよく言われてるのが、うん、まあ久保田さんも言ってましたけど、自分の好き嫌いでとか、そうだね、まあなんか、うん、まあ言い方悪いですけど、年寄りの考えだとか、はいはいはい、なんか笑えないとか、なんかそういう個人的な意見で審査するのはどうなんですかみたいな、なんかインスタライブでね、はい、酔っ払ってやったみたいですけど、ね、うん、正論っちゃ正論な気もするし、まあまあまあそうだな、うん、見方によっちゃね、正論っちゃ正論気もするし、まあでもそれをシラフで言えないのはちょっとどうかと思いますけども。そこなんだ。あ、そうじゃない、ちゃんと面と向かってさ、いやまあまあまあそうだな、うん、言っちゃえば、うん、でもでももうどうなったからといって、まあ、負けてますからね、僕たちが言うことでもないですけど、うん、そうですよ、僕たち、うん、この沖縄っていう狭いところで芸人やってまして、うん、その O-1 グランプリという沖縄で一番歴史のね、そう、歴史のある、大会なんですけども、お笑いの大会予選あったんですよね、うん、うんうん、まあハッシュタグでも出てるんですけど、落ちました、はい、さすがです、沖縄のお笑いレベルが高い、証明されました。僕たちが受かってたらもう沖縄のお笑いがもう話にならない。そこまで言うか、うん、よかった、ちゃんとふるいは、ふるいの網目はあの細かかった。だから先週も言ってたけど、はい、よかった、そういう感じで俺たち出てないからさ、俺ら受かってたらもう俺ほんと、もうさ怒る。いやいや一生懸命受かろうぜっていう出たんじゃないの。もちろん努力はしますけども、まだまだ実力が足りてません。いやまあまあそれそうだよ、だからこんなんで受かるような沖縄のお笑いの大会なくした方がいい。やばいなお前。だから今回ちゃんと落ちた。だから O-1 グランプリはちゃんと、ただ年を重ねてるだけの、しょうもない大会ではない。ちゃんとすごい大会で、俺らもちゃんと優勝しないといけない大会だなっていうのを再認識できた、あら、いい予選だったんではないでしょうか。うん、はあ、うん、いいこと言ってんのかディスってんのかちょっとわからないですけど、ちょっ
まあまあでも M1 グランプリどうでしたか。霜降り明星が優勝しましたけども。そうだね、やっぱこのね3組残ったじゃないですか最後に、うん、ジャルジャル、ジャルジャル、和牛、霜降り、うん、やっぱねまあ標的には和牛と霜降りで分かれてたじゃないですか、この最終審査のね、うん、やっぱまあ和牛に入れたい気持ち分かるよね。分かる、芸人としてはなんだろう、この和牛にね技術的な、うん、なんか細かいところとかなんて言うんだろう、和牛さんのこのね操作したい感情のまま操作させられたというか。そう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 、さんここではこの序盤はちょっとゆっくりめのなんかスローな感じで後半になんかちょっとガーって持っていかれるっていう構成通りに持っていかれたところとか、この観客の心をもう自分たちの思い通りになんか持ってってるところとかもすさまじい技術だな。すごいよねもう本当に、うんって思いましたけど、笑いの量はまあ霜降りさんなのかな。霜降りの量さんがね本当にガーってガーってよかった、なんか嬉しいねこの、うん、まあもちろんね年も先輩芸歴も先輩、ましては戦ってるフィールドも全然違いますけども、この若手が、うん、若手っちゃ若手じゃないですか、はい、若手が勝ってくれたことでまたなんかいい波が出てきそうな感じもしますし、うん、でねあのキングオブコントとかもさあの花子、はいはいはい、結構若手がね勝ったりとか、うん、なんかいい時代ではないですけど、若手が来てるよね、やっぱ世代交代も始まってますし、うん、若手にもなんかいい波が来てる感じがして、ちょっとそうです、ね、もっともっと頑張らないといけないなって感じですけども。だからこの昨日ね、うん、このクーター進化のラジオに港さんの代打で、うん、昨日出まして、あ昨日も出たんだ。昨日も出たんですよ、あの綿抜きかなを引き連れて勝利さんが、あだからシュプリームさん、そうです、勝利さんがね、うん、この自分がその前の週も代打で出たんですけど、うん、その時に女の人の影が見えて、うん、あ俺今日綿抜きかなとラジオするんだったら俺絶対ラジオやらんからなって言ってたから、うん、ちょっと本当に連れてこようかなと思って、うん、綿の木かのを一人FM 技能1まで送り届けて、俺勝利さんと綿の木さんが絡んでるの見たことねえもん、もう事務所で本当にお見合いみたいな会話してておいくつなんですか、帰国しない感じで、そう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 、初見さん同士やしや事務所でめっちゃ合うから何されてるんですかっていう、そんな会話しかしで、この勝利さんこの自称をM1 評論家と言われてますけど、言ってますけど自分で、勝利さんがねこの霜降り明星さんのネタの構成が時代に沿ってると、うん時代に沿ってると思いますよ僕も。このね映画で今年大ヒットしました、カメラを止めるなっていう映画、僕まだ見れてないですけど、そう僕もまだ見れてないんですけど、この映画はこの最初これなんだばって思わせて、この最後で回収していくみたいな、霜降り明星さんもこのボケでなんだばって思わせて、ツッコミでもちゃんと、うん、そうだね答え合わせ的な答え合わせするっていう、ね、だからそういうのがもうね、粗品さんになんかツッコミのワードをちょっと 待ってるというか期待しますよね。そうそうそうそれって結構意外じゃないかなっていう、うん、なんか、うん、ボケで一回笑いを爆発を起こしてツッコミでさらに油を注ぐっていうのがなんかオーソドックスな形な気がしますけども、粗品さんが逆に天下役みたいな、そうだね、ちょっと恥ずかしいですね、売れてないクソ芸人が M1 の王者のネタを解説するのやめましょ。いいでしょいいでしょ、まあまあまあでも本当によかった、いい大会よかったですね。で立ちたい、今回の M1 は立ちたい、立ちたい、もちろんですけど立ちたい、頑張りましょう、頑張りましょう今回、初心者さんコメント来てます、初めてじゃないですかね。そうですね、やあ愉快な仲間たちと、おお、ちょっと絡み方も初心者ですね。何なんでしょう、いいやし人間初心者頑張って絡んできてくれたんだから、うん、いいでしょう、愉快ではないですよ僕たちは、愉快だろう、うん、愉快であれよ、うん、あのさ M1 でさ、はい、気になった芸人ではないですけど、うん、僕は音楽ヒップホップ系をよく聞くんですけど、はいはいはい、ラップ系を、うん、まだ聞くんですけど、まあ、フリースタイルダンジョンとかラップのフリースタイルバトルのさ、うんうんでまあね、結構バズったじゃん、はい、フリースタイルダンジョン、まあ、フリーダン、ね、うん、それに出てるサイプレス上野さん、
おお、はいはいはい、はい、ユニット組んでるんですけど、あの、うん、ユニットっていうかサイプレス上野とロベルト、はいはい、ヨシノ、ロベルトヨシノ、はい、の2人が M1 出てました。この2人で。すげー。そう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 、で1回戦通ってました。通ってるんだ。うん、すげー。うん、これちょっと面白くない？だってどんなネタやったんだろう、どんなネタやったんだろう、ねえ、見てみたかったんですけどね。すごーっていうちょっと気になるのがありました。ラッパーの方も出てましたね。これいい、良くない？いいね。なんかさ、まあサイプレス上野さん自体も結構まあヒップホップラッパーって聞いたらなんか CMM Motherfucker Fuck You Bitch みたいななんかイメージありますけどそうだな、あの聞かない人からしたらで、ね、そういうイメージありますけど、うん、サイプレス上野さん自体も結構まあどちらかといえばこっち寄りではないですか。そうだね、まあ、見た目は結構ね、まあまあ、あのドレッドとかドレッドヘアとかするけど、どちらかといえばなんか面白い系の表金寄りのね、うん、人ですよね。でもちゃ お笑いもするんだと思って、すごいな、なんかああいいなって思いましたね。なんかこの交流ではないですけど、うん、だからあのトロサーモン久保田さんとかもさ、うん、ラップしたりとかするじゃん。そうだね、しますね。そういうのとかいいなとか、あと古舘伊知郎さんが曲を出してるの知ってます？え、ラップの曲を、ラップの曲、うん、フィーチャリングで出てるんですけど、あの、猿、はい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 、猿とフィーチャリングして曲出してる。俺これマジさ、上がってさ、なんかさ古舘伊知郎、まあ、結構す、まあ普通にすごい人じゃん。うん、そうだよ。もう面白いなと思って、なんか曲出すにしたらさ、うん、なんかなんていうんだろう、ジブラとかさ、多分世代ではないけど、まあ、結構有名で来てるじゃん、まあまあ、ね、うん、結構ねえ、ダウンタウンさんのあの音楽番組何でしたっけ、ヘイヘイヘイとかも出るぐらいさ、うん、ジブラさんすごい人だから、その人とフューチャリングするんだったら、まあ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 、まだわかるみたいな感じになる。サルトみたいな、すごいね。サルっていう、まあマイナーって言ったらあれですけど、まあまあ最近上昇してきてる、うん、若手のラッパーとコラボして PV も出して、古舘伊知郎さんラップしてるんですよ。この年になってさ、うん、こんな挑戦する姿勢やめないんだって、すごいね。安定してるじゃない、もう何もしなくてもいいじゃない、もう今与えられてるものをこなすだけでさ、もう、うん、もういいじゃない、もう、うん、でも古舘伊知郎さん挑戦する姿勢を諦めない、見て、あ、死にかっこいいなこの人、すげー。あー、え、古舘のラップはどうだった？かっこいい、かっけんだ、上手でしたよ。へー、うん、すごいなぁ、うん、ちょっと聞いてみよう、うん、初心者さんから耳寄りの情報が、あら、え、まだ厨房だから JC だお、ほうほう、抱かしてください。あ、やば、犯罪ですね。犯罪です、もちろんです、はい、犯罪ですね、犯罪です。ではこの1週間何があったか発表するコーナーでございます。あ、そんなコーナーあったっけ、うん、何かあります、喋りたいなっていうこと。いや特にないけどさ、そんなコーナーあったんかなっていう、うん、率直な疑問ね。あ、え、なんかあったの今週。今週はまあ O1 グランプリ落ちた際の話なんですけど、はい、あのまあ、三宅も実際遭遇してると思いますけど、うん、あのまあ、僕たちはね沖縄にある事務所、お笑い事務所 FEC というところで、はい、FEC お笑い芸人をさせていただいてもらってるんですけど、あの、はい、オリジンっていう事務所があるんですよ、沖縄にね、あの、はい、ヒープーさんとかコクザミさんとかが所属している事務所なんです。 そちらにですね、うん、ガチガチのネパール人が所属してお笑い芸人をしてるんですよ。そうなんだよね。そう、そうなんすよ、ですよ、まあ、じゃあライバル視してないんすよ別に俺。まあでもパイオニアだからね、三宅は。違うよ、やん、先駆者ですから。いや、あいつはガチガチの本物だから。ラムくんね、ラムさん、うん、ラムさん、うん、まあ2番煎じかな。違うだろう。でもまあここまで来てるんですよ。まあデビューはしてないんですけど、うん、まあ研修生練習生みたいな感じでオリジンで、うん、なんか ネタ作って練習したりしてるみたいなんですけど、オーアンもね、予選オーアンも出てて、うんうん、でお、ねえ、もうせこいよね、あれ。あれせこい、ほんとにせこい。沖縄で芸人をやる上ではもうこの上なくても強すぎる武器。まあニッキーさんとかクリスさんとかもさ、その辺の、うん、まあアメリカ感をさ自虐にしてやってるけどさ、もう次だよね、もう、うん、次のレベルいってるもん、スターだよね、うん、だってコント、コンビニでもドカーン、面白いもん、うん、コント、チャリから原付へとかでもドカーンじゃん、面白いよな、コントじゃねえじゃんっていうか、うん、風刺してもらいたいよね、この
いや本当にね、僕はね、まあ、喫煙所でタバコ吸ってたら、はい、あのこのネパール人の、まあ、芸人さん、うん、ラムさんが、付き添いの新十助の首里石峰さんと一緒に来て、はいはいはい、まあ、なんかちょっと打ち合わせではないけど、あのこうこうこうした方がいいよみたいなアドバイスをしてる中、僕端っこでタバコ吸ってたんですけど、うん、首里峰さんが急に、中地ちょっとごめんだけど、オリジンのちょっと一番若手のラム君っていうネパール人なんだけど、ちょっと今日O1予選、今から予選だからちょっとネタ見てもらっていい？お前に？俺に喫煙所でネパール人のネタ見せもお前に、うん、うん、地獄でした。いやいやいや、何あの時間。いや絶対面白いでしょ、もう面白かったよ、絶対面白いだろ、面白かったけど、いや面白いだろ、面白い、面白くないわけがないもん、うん、宗教の話をめっちゃしてました。いやそれはいいんか、おお、受かる気あるのかなっていう宗教の話を結構されてましたね。ほう、うん、あとエベレストってネパールなんだね。そうだよそうだよ、初めて知りました、ヒマラヤ山脈がね、うん、面白かった、国家も聞かせていただいて、三宅を見てね、三宅、うん、にも遭遇させて、だから僕があのちょっと僕の相方ちょっとネパール人に似てるんでということでちょっと合わせたんですけど、そうそうそう、そのラムさんが三宅を見て、私生き別れのお兄ちゃんいるんですけど、そのお兄ちゃんに あなた似てますって言われてます、なわけねえだろ、言われてます、なわけねえだろ、お兄ちゃんですかって言われてました、お兄ちゃん違うよ、沖縄でこんなとこで遭遇するわけないだろ、ネパールを離れてはるばる遠い日本で、しかも沖縄で、しかもお笑いの予選会場で、奇跡的だな、これは相当奇跡的だな、もう全ネパが泣いただね、全ネパ全ネパが泣いた、うるせえうるせえ、ちょリア充だから、ちょっとうるせえ、リア充がリア充がキャンさんちょっとリア充になったということで、まだまだ24時間も経ってないんで、キャンさん20リア充、浮かれやがって浮かれやがって、別れちまえ別れちまえよ、もうもうもう、バツ2だったっていうオチ、惜しい子供3人いますみたいな、ねえ欲しいですけどね、なんかありましたか、その他。僕？はい。僕はね、うん、ね、あ、僕今日お蕎麦屋さん、うん、お蕎麦屋さんで、うん、ちょっと働かせていただく機会がありまして、うん、ちょっと今日初めて沖縄そばという、うん、器に。盛り付けた、盛り付けました、ほう、まあでもこれはもうだって湯がいて切ってスープ入れて麺入れてってだけでしょ、一からではないし、舐めてんないや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 、なんでなんで、そば舐めてんなお前、そばは舐めてんな、大好きですよ僕、一人で巡ってましたから、いや沖縄そば舐めてんな、な、何をしたの、ですね、坂下にある、うん、おそば屋さん分かります、坂下、西原、坂下、あーはい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 、那覇のマカビの、うん、はいはいはい、マカビの下の方にある、ゆうなみじゃなくて、そうです、ゆうなみか、あーはいはいはい、何回か行ってますよ僕、あっち、ね、居酒屋の隣ね、そうそうそう、うん、あっち、ほう、うまいいや、わかりますよ、わかりますよ、フーチバーが結構、そう、フーチバーね、うん、フーチバーがね、またね、フーチバーめちゃくちゃ嫌いなのよ、あーそうなの、食べるのは嫌いですけど風味は好きなんで僕乗せますよ、だもうでもね、フーチバーは合うんだ、いやもうだから合うからみんな乗せてんだ、めっちゃ合うんだ、合うから乗せてんだみんな、びっくりした、合わなかったら乗せねえんだ、フーチバーめっちゃ乗せたよね、あー美味しいよね、ちょっと食う、直接食うのはちょっとき厳しいだけど、厳しい、まあそうだな、うん、癖だもんあれ、癖だって、もう沖縄のパクチーと言っても過言ではないぐらい癖の塊ですからね、そうだね、フーチバーはヨモギか、ヨモギ、あれなヨモギさん解散しましたね、吉本の芸人さん、そっから、わかります、わかります、やめましょうか、そっからやめましょう、怒られますよ、うん、グリーンノートさんも、ええ、先駆けバーバリアンさんも、ええ、沖
縄吉本の、うん、今はなき戦友たち戦友たちですよ、ほんとにやめとけやめとけ、うん、もう今お蕎麦屋さんでバイトしてるんですね。まあまあバイトっていうかね、手伝いみたいな。そうですね、うん、蕎麦食べたいですね。寒くなれば寒くなるほど沖縄蕎麦って美味しくなりますから。ちょっと、ね、美味しく感じるんじゃなくて、あれ美味しくなってますから、ね、美味しくなってますから、うん、あのさ、名護に遊びに行ったんですけど、あら、ゴーパチ沿いをさ、はい、バーって走ってて、まあ、沖縄の人にしか伝わらないと思うんですけど、巨大インター降りて、はい、ゴーパチ、あのブルーシールあるじゃないですか、左手に。ああはいはいはい、巨大、ね、巨大降りてすぐ、はいはい、左手に、うんうんうん、ローソンもあるの分かる？手前にありますね。あ、分かります？はいはいはい、ローソンの止めて、車止めて、海側、海にすぐ海じゃないですか、隣が。ああ、はいはいはい、あっちなんて東海岸じゃなくて何海岸っていうんだろう。あっちはなんだろう、あっちは何海岸っていうんだろう。そこにさ、まあ、人、うん、何ビーチっていうの、天然のビーチなのかな、はあ、わかんないんですけど、そういうのがあって、はいはいはい、そこにさ、謎の置き紙があるから、今度みんなぜひ見てほしい。謎の置き紙、なんかこの ネタを書き置きしてますみたいな。ダンボールとか紙とかに置かれて、はい、で石で固定されてるんで、これは置くことを許可されていますみたいな、はいはい、本当かどうかわからないけど、うん、なんかよくわからないネタが置かれてるんですよ。何それ、こうわかんない、俺怖くてさ、封印されし、中も内容も見たんだけど、なんか、うん、アナルから毛がボーボー冷えみたいな、なんかちょネタとしては一応クソ古から伝わってきた、わからんけど、なんかだから一応そういう謎のネタ帳みたいなのが置かれてるんです。すごー、何海岸っていうんだろう、なんとか海岸に許可を取ってますみたいな。一応だからとりあえず、はい、名護の巨大インターチェンジ降りてすぐ見えてくるローソンの裏といえばいいのかな、うん、そうだね、防波堤みたいなところがあるんですけど、そこに謎のネタが置かれてる。あれなんだろう、めっちゃ大量によ、20枚ぐらいよ。20枚も、うん、リアルに。すごっ、見に行ってほしい。めっちゃ見に行きたい。それ怖いよね。いや、すごっ、今はなきね、うん、なんかそういう山沖さんとかがフラストレーションを発散するために、発散するために、だったらあのネタの内容クオリティだったら、もう解散は賢明な判断になりますけど。あ、なるから毛がボー、うん、とか、ちょっと面白くはないんですけど、よくわからん、なんか世界観がもう、うん、世界観でもない、世界観がすごい、へぇ、めっちゃ見に行きたいな。キャリーパンパンみたいな、キャリーパンパンの世界観そうなの、うん、ふわふわしてんのな。そう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 、すげぇ、うん、本当に紙の媒体というか、紙とか段ボールとかはぁに、普通マッキーで書かれてる。だから今日ちょっと雨降ったから、うん、ちょっとどうなってるのか分かんないですけど。すげぇ、何それ、分かんない、超怖くない、怖い。なんかでも許可取ってるらしいよ、自称ではありますけどでこの書いてる人たちはなんか20名ぐらいいるみたいですね、この内容。あ、すごい集団、うん、すごい怖いよね。初心者さん、話すときにマイクのポールを握るのはなぜですかって、ちょっと棒状のものを握ってないとちょっと僕、おどおどしてしまうんで。ああ、もう握ってんね。うん、そういう、最近新聞載りまして、見ました。ああ、見た、その記事見た。あのヘディスという、うん、あのマイナー競技がございまして、はい、ドイツで生まれた競技なのかな。ドイツで生まれた、うん、ドイツで大学生が発案した、うん、競技で、はい、まあ、欧州ヨーロッパあたりではかなり、競技者人口がいる、まあ、マイナースポーツなんですけども、これを、僕やってまして、お沖縄 でチームを組んでまして、はい、琉球チブルというあのチームを組んでまして、まあ、僕はじめ、うん、あとは同じ事務所 のギボックスさん、はいはいはい、そしてきんぴらごぼうタイガーさん、うん、とギボックスさんの同級生、この4人で琉球チブルというチームを組んでて、
まあヘディスという、まあ、いわゆる簡単に言えばルールを説明すれば、うん、あの卓球の卓球台でちょっと大きめなプーカーボールを使って、はい、ラケットの代わりに頭で卓球するみたいな競技。おお、はいはい、頭の卓球、もう頭しか使っちゃダメなんだ。頭しか使ったらダメがヘディス。すごうん。え、それは沖縄ではどれぐらい人口いんの？あ、4人ですね。4人、あ、はい、お前らだけ？はい、ヘディス人口、はい、そうなんだ。はい、だから僕は一応義母さんの次に強いので、沖縄で2番目にヘディスが強い男です。お、沖縄県に、うん、これが取材されまして、はい、チーム、この紙面のかなり大きな、そうだな、めちゃくちゃでかく乗りましたね。なんかお前ヘディスの有名選手みたいな乗り方してるよな、新聞に。これ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 見えないか有名選手みたいな、見えないか。初心者さん、埼玉の河原でエロ本はよく拾いました。昭和のエロ本はあーん舐めてとか、吹き出しが書いてありました。これ JC ではございませんね。 JC ではございません。おっさんですね。おっさんです。うん、初心者さんはおっさんですね。昭和のエロ本だって拾わないもん。そうだよ、平成に。そうだよ、 JC が河原で昭和のエロ本は拾わないもん。あったとしても拾わんよ。エロ本はね、もうあれですよ、僕たち世代見ないんで。そうだな、ね、もうな、見たことは、まあ、ありはするけど、うん、でなんていうんだ、エロい気持ちで見たことはないよね。あー、これがエロ本なんだっていう、なんか興味本位と言いますか、興味本位というか、うん、そういう感じで見たことはありますよね。性の対象としてはね、ね、見てないですから。見たことないな、世代じゃないので。うん、もう画面越しですよ、我々は。そうだね、まあ、パソコンとかスマホとかそういうので、そういう世代ですよね、本当にね。今が初心者さんは JC のふりをしているちょっとヤバめなおっさん。確定です、うん、どうなんでしょうか、わかんないですけど、当たってたら答え合わせしていただければ。いいです。いいですしないで。やばいですか、三宅は他に何もないの？僕ね、うん、なんもないな。あら、しょうもない人生を。ねえ、しょうもない生き方で。なんでもいいんだよ、過ごしてんだよ俺。死にどうでもいいんすけど、うん、コーヒーメーカーめっちゃ欲しくて。はいはいはい。あ、三宅にも言ってんだけど、三宅なんかコーヒーメーカー持ってるんだよね、うん、コーヒーメーカーをね、僕ね、うん、母の日に、おうおうおう、うん、ドン・キホーテで買ってあげたんだけど、おうおう、一切使ってないのよね。おうおう、ちょうだい。なんか、なんかって違うじゃん、なんで使ってないんでしょ。なんかなぁ、うん、なんだろうなぁ。なになになに、別に使ってないんでしょ。三宅コーヒー飲むの？お家三宅、うん、カレー飲むの？三宅はね、カレー飲むの？カレーは飲まないよ。え、カレーは飲み物なんでしょ。あ、違いますよ、僕そういう類の人間じゃないですよ。ちゃんと、あー、やっぱカレーに対する意識が高いから。あ、違う違う違う、そういうこと、そう、待って、語弊が出てる、語弊がある、語弊がある。どういうことですか。僕は、うん、ネパール人でもなければ、うん、カレーは飲み物の類でもありません。ほう、カレーはもう食事だと。食事伝統料理だと。だからネパール人じゃないんだよ。誰がネパール人や。何人なの？日本人だろ。え、だってオリジンのさ、このどう見てもそうだろ。新人ネパール人芸人のさ、はい、ラムさんの生き別れのお兄さんなんで。違いますよ、でもラムさんがお兄さんって言ってたよ。いや、あれはラムのこじつけだよ。確実にラムのこじつけだよ。こじつけなんだあれ。もう何の信憑性もない、ラムのこじつけでしかないから。これラムのこじつけは置いといて、とりあえずコーヒーメーカーが欲しいんだ。コーヒーメーカー、うん、くれ。なんだろうな、金がねえんだ。まあまあまあ、あげたい気持ちもね、まあ、うん、ない、泣きにしもほぼないやし、うん、お前その言い方は。泣きにしもないけど、ゼロに近めの 0.2 やし、お前泣きにしもないですね。泣きにしももうないやし、お前、はい、ゼロやし、ないです。嘘。じゃあもうそうするなら、嘘、もうラジオ中ではございますよ。でも、もうお前がコーヒーメーカーを開けるよっていうのは、僕はもう一言も喋りません。嘘。え？え、本当に？
ほんとに喋らんこいつ、うっそ。ラジオだよ生放送。いや、そういう意地捨てても、うん、何も本当にしゃ、もう携帯いじり出した。おーい、クソゲーするな。ええ、BGM も消えた。怖っ、嘘、俺コーヒーメーカー手放さないと、もう全部始まる。ええ、嘘、そんなことある。バイクレースするな。そう、ちょっと昔に流行ったバイクレースのゲーム、やめろ。おい、やめろ、ラジオ中だよ。わあ、もう、わかった、もうコーヒーメーカーあげるから。さあ、カマルの放送実行委員会、後半の30分も楽しんでいきましょう。クソがー、コーヒーメーカーをゲットしたということで、毎朝美味しいコーヒーを飲んで一日のあの始まりをね、それがお前のやり方か。おい、いきましょうか。中知恵、皆さん毎週火曜日、卑怯だぞ。夜11時33分になったところですが、皆さんどう過ごしでしょうか。私はコーヒーメーカーをタダでいただきました。噛みちぎるぞ。ありがとうございます。そうですね、コーヒーが好きなのでね、饒舌だな。なんかね、コーヒーホットも好きだし、アイスも好きだし、濃い方が好きなんですよ、ね、知らんよや。あと、まあ、酸味と苦味ってよく言いますけど、僕酸味はね、あんまり好きじゃないんですよね。知らんよ。で、コーヒーメーカーってだから、いろいろメーカーによっても味が違いますけど、あのペーパーフィルター、このフィルターによっても味のね、出方が違いますからね。意外とペーパーフィルターだし、だから多分家でドリップする時もあのペーパーフィルターであのコーヒーエキスを抽出するとは思いますけど、紙でコーヒーを抽出してしまうと、このコーヒー豆に含まれる油分の方もあのカットされてしまって、ちょっと、まあ、さっぱりした味というか味になってしまう。それが好きな方は好きでいいんですけど、僕はペーパーフィルターでやってしまうと、このさっぱりした味になって、もっとあの油分が欲しいんですよ。油分があることによって、ちょっとコクがあるというか奥行きのある味になるんで、ずっとしゃべるやし。ペーパーフィルターよりかはメッシュフィルター、はあ、メッシュフィルターがおすすめです。この方がコクが出ます。まあ、さっぱりね、コーヒー飲んでも何杯も何杯も飲むわけじゃないから、こってりしたものをね、一杯だけ飲んでね、あのカフェイン注入、よし頑張ろうってなりたいんで、僕はペーパーフィルターをおすすめしてます。あと経済的ですしね、ちょっと手洗うのがめんどくさいではありますけど、ペーパーフィルター買う、あの使うたんびに、ま、消耗していきますから、消耗品ですから、消耗するということは、あと買わないといけないですから、それはもったいない。なので、普通のフィルター、をおすすめします。おー、まあ、何の話してるの、ずっと。一応まあ僕までコーヒーが好きになれば、一応もうこのコーヒー豆をいった状態で、おつまみみたいにバリバリ食うこともすごいなお前、豆を酒のつまみで、そういけんだ、ガリゴリ食う、すご、ボリビア出身ですか。ボリビアの方は果たしてちょっとコーヒー豆を直で食うのかわからないけど、すごいな。うんこでやっとあのコーヒー粉っていうか、あの引かれた状態 の粉々になってやっと出てくる、はいはいはい、だ俺のうんこ、あのエレガントな匂いするよ、香ばしい匂いする。焙煎してんの。そうす、中地豆です。中地豆、うん、そうああありますよね、あの猫でしたっけ、ジャコウ猫に食べさせて、でそのうんちをコーヒーにするんですよね。そんなんすか。そうコーヒー豆を猫に食べさせて、でその猫の糞をちょっと引いて、はあ、でコーヒーにするというのが あるみたいですよ。本当に高級豆ですよ、高級コーヒー、だから一応まあ単純に言えばスカトロですね。スカトロはコーヒーです。スカトロしてんだ。スカトロはコーヒーです。コーヒーイコールスカトロではないからな。いや、コーヒーはスカトロです。スカトロではないだろう。うんちは焼いて引いたらコーヒーです。ならんよや、ならんよや。原材料にもよるだろう、胃の中の。アイスコーヒー好きですか。まあまあ好きですよ。スカトロです。スカトロだろ。はい、アイスコーヒーは。はい、じゃあスタバとか行ってるあの JK とかみんな、あれはスカトロ好きの変態です。おお、なんか興奮してきたな。するでしょ。
興奮してきてんし、うん、スターバックスは和訳するとうんこ専門店です。うんこ専門店なんだあいつら。はい、あんなおしゃれな佇まいしやがって。はい、うんこ専門店なんだね。はい、ずっと何の話ね。ちょっとこれひどくない？これひどくない？コンプライアンス、これひどくない？コンプライアンス的にどうなの？コンプライアンス的にどうなのこれ。ほんとひどいよこれ。ねえ、ひどいっすよこれは。ダメですよ。いやー、うん、いいっすね。猿酒って処女の女性にかませて発酵させるお酒ありますよって。おお、猿酒って言うんですね。まあ、君の名はでは口上酒、口上酒ちょっと話題になりましたけど、うん、すげえ。じゃあ一度、うんこで結構山場を作れたということで。作れてないよ。トークの山場ができたということで。できてないよ。曲と CM に行きたいんですが、はい、今日も、リア充キャンさんにちょっと曲をかけていただきたいんですが、今日は何の、なんか本当にこういう時 Can you celebrate とかなんか、あ、そういうのやめてくださいよ。やめてくださいよ。ダメ？ダメです。ダメです。ダメ？流そうとしてた。あの、さくらんぼとか。おーい、愛の大塚愛の、大塚愛のリア充やし、リア充しか歌わんやつです。すごいな。ダメね。いつも通り、いつも通り、いつも通りのキャンさんで、はい、いやー、まあいつも通りですよね。じゃあ、はい、昨日ですね、はい、その行ったバーで、うん、この曲流れて、おー、かっこいいなって思ったんで。キャンさんは知らなかったんですか？一応聞いたことあります。ただ、はい、でも歌ってる方を知らなかったんでちょっと興味持ちました。うん、おー、ハービーでファイヤー。一番弾きたい楽器は、ああ、もう、なんだろう、もう打楽器でもいいし。いや、管楽器はね、何がいいですか、楽器。昔から一番好きだったのはアコーディオン。アコーディオンかっこいい。まあ、エレガントですね。ジャズドラムか、うん、アルトサックス。おお、サックス弾けたらかっこいい。超かっこいい。あ、最近、はい、サックスとかができる電子楽器が出てますか？なんか不思議な形のやつですよ。なんでしたっけ、このメーカー、オタマボーンみたいな、なんか、うん、そんな感じですよね。ありますよね。はいはいはい。なんか不思議な電子楽器を何個か販売してるんですよ。なんだったかな、あれ、ちょっと興味ある。ああ、以前別の番組で取り上げたことあるんですけど、面白かったですよ。音もなんか変な音で、うん、自分で電子音みたいな。電子音。わあ。面白そう。セッティングでサックスとかもできるらしい。うん。超面白そう。すごい。おもちゃっぽいけど一応楽器寄りみたいな。うん。全然演奏できる。クオリティ高いの。電子楽器。すげえ。チェロとかもいいね。かっこいい。チェロ。あの、トゥーチェロスってわかる？大きさがちょっとちっちゃいやつですか？うん。あの、アーティストで兄弟二人で迎えるってチェロ。へぇー。あの、マイケル・ジャクソンとかも弾く。二人。はぁー。あー、なんか見たことある。超かっこいい。ピアノジャックって知ってますか？あ、ピアノジャック知ってる。かっこいいっすよね。かっこいいね。ピアノジャックかっこいい。ベースは何ですか？
ウェットベースはまたこの大きいこれ。こんなやつ。あー、はい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 。かっこいいですね。ベースいいな。ねえ、あれパイレーツオブカリビアン見たことあります？の、タコのやつ名前なんだっけ？なんだっけ？バルボストじゃなくて。違う違う。なんだっけあれ？一番あれ、この三作目の最後に出てくる、はい。そうそうそう。がパイプオルガンを弾くシーンがあるんですけど、死にかっこいいですね。だからタコなんで顔が触手で弾くんですけど。あ、ちなみに言う、あんまり知られてないんだけど。はい、スペインの、はい、未完のあれ大聖堂、サンクチュアリじゃなくて、ちょっとか壊れかけてるやつですよね。違いますよ。あの、こ、あと20年、なんだっけあれ、なんだっけあれ、世界遺産ですか、うん、世界遺産ですよね。なんとか大聖堂、そう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 、なんだっけなんだっけなんだっけあれ、あれは一応でっかいパイプオルガンらしいです。はぁ、あ、らしいですね。ということで CM が開けます。カマルの放送実行委員会。よっしゃ、初心者さんからも来てますけど、桜田ファミリア、はい、桜田ファミリアでございます。バカでかいパイプオルガン、そうですね、らしいですね。サクラダファミリア、うん、初心者さん、はい、蕎麦屋やりながら芸人か、頑張ってるな。埼玉来たら、吉木ゆとくもりおごる。うわー、優しいですね。優しい。埼玉行くまでの金がない。うん、泳いでいきましょう。お金ください。いや、泳いでいきましょう。泳いでいくの？泳いでいきましょう。え、うん、吉木ゆとくもりのために。もちろん行きません。吉木ゆとくもりでよ、600円ぐらいするよ。行こうかな。行くでしょ。行こうかな。行きます。行きます。行きましょう。僕行きます。まあ、そば屋やりながら、まあ、バイトしながら芸人、当たり前ですから。当たり前ですよ。好きなことね、うん、するためにはバイトもしないといけない。バイトしないといけないですからね。なんかね、偉くはないです。頑張ってもないですよ、別に、うん、もっと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 できるはずですから。もっともっとやらないといけないですよ。止まった止まった止まっちゃった、またこの時間始まる。年末の予定は？あー、よかった。宮里くんは年末はね、うん、もうね、O1 グランプリも落ちちゃったしさ。そうですね、コウタくんからも来てます。今年 O1 グランプリ準決勝20組しかいなかったね、狭き門ということで。去年が30何組か受かってるんですよ。20組という。どうなんですかね、これは。うん、わかんないですけど。いやー、受かりたかったねー。まあ、受かり方、受かりたかったけど、まあ、こんなんで受かってちゃダメですよ。まあ、そうだな。うん。来年。うん、来年。来年、まあもう。うん、頑張りましょう。はい、やりましょう。年末の予定、年末年始の予定はどうなってるんですか、宮里くんは。年末年始はね、うん、まあ普通のお正月して、まあいろいろね、まあ、うん、友達たちと忘年会とかしたりさ、普通のなんか、いや、そういうのじゃなくて、なんていうんですかね、お笑い系の仕事といいますか。ねえよ。わお、キレられちゃったよ。あるわけないだろ。なんかキレられてます、僕は。なぜか怒られてます。貴様は？貴様はね、年始に1本あります。ああ、いいじゃん。うん、何これは。もう本当にがっつりお正月に。がっつりですね。年始、年を越して1時から、はい、5時まで。おー、やば、ハードだね。特番が
決まっておりますね。ハードだね。去年はさ、はい、まあ、今年はないんですけど、あの、うん、FEC カウントダウンライブっていうのはあのまあ毎年やってて、まあ、今年はね結構ありがたいことにメディアに出る芸人、年末年始ちょっと集まれないっていうことで人数が少ないっていうことでないんですけど、うん、前まではまあみんな売れてないクソどもいっぱいあったんで、はい、カウントダウンライブっていうのをやってたんですけど、うん、カウントダウンライブ死に長いよ。7時から1時とかまでやるよ。8時から1時とか結構長く。今年は？今年はだからあのみんな忙しくて集まれないということもない、うん、ないんですけど、去年は良かったですよ僕の。でもめっちゃ楽しそうそれ。うん、それやってでその後ラジオの特番読んでいただいて、うん、でラジオの特番終わりで、うん、このみんなでまた集まってちょっと初日の出見に行ってみたいな、はい、あーいいな。で帰ってで年始はねいつもお笑い番組やるじゃないですか。やるね。何でしたっけ。新春シャンソン違う違う何だっけ。新春ヒットパレードみたいななんかねそんな感じのなんかねネタを見ながら寝落ちするという。あーいい正月じゃん。いい年末年始で2日1月1日はまあダラダラ過ごして、うん、やってて2日からも僕また仕事ありましたからね。うん、特番で読んでいただいていいね。寒中水泳と書き初めと熱々のお雑煮を同時にやるっていう。やられてんなお前。大に滑りましたね。遊ばれてんな。びっくりしたわ。え、これはテレビで？これラジオでやりました。ラジオで伝わるの？まあ終わった後にラジコで聞き直してみたんですけど、はい、ただただ男性がわめいてる音がいて2分間でそれは伝わらんわ、うん、お気の毒にだなお前。田久保アナウンサーがちょっと引いてましたね田久保さとしさんが。そうなんだ、うん、いやびっくりしましたよ。ラジオでやるもんじゃないよな。ねえそうですけど、まあ今年もできたらやりたいですけどねやらせよう。うん、まあ長浜さん、長浜博之さん、ぜひぜひお願いします。まあでも僕はこの1本ぐらいですかね、うん、そうなんだ。入ってるのはちょっと悲しいことに。でもいいじゃんお正月にね、うん、お正月までお仕事、うん、できる。29まではまあ通常通りラジオをして、うん、で1日特番ぐらいですかね。いいじゃんいいじゃん。うん、あと1日僕1日はあそっか FM 昨日はお休みになるんですよね。そうなんですよ。 FEC チューンドいつからいつまで休みでしたっけ FEC チューンドは。1日からの1日から1234 1月の1234が休みらしいですね。お休みらしいんでね。あ7から僕たちはスタートという、うん、1月1日はもう僕ラジダブはあるんですかね。多分あると思うんですけど、わかんないですけど、どうなんですかね。そんな感じのスケジュールっすね。知らない、うんうん、中地はさ、うん、はい、初詣は行く派。あー行きたい派ですよ。あ行きたい派なんだ。行きたい派ですけど毎年行けてないですね。あー行くとしたら俺行ってあ、だから人多いじゃん。多いよ。バーカみたいに。バカみたいに。こんな人っているんだって。本当にすごい。セックスしすぎだよ人類どもと思って。だからその行きはしたものの人の多さに圧倒されて帰ったっていうのが何回かあります、ね。それぐらいねちょっと人混み苦手なんですよね。はい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 。ああ厳しい。本当はでも行きたい。で行って挫折して帰る。いや参れ参れ参れ。ねえ。参れよ。参りたいんだけど参ります。これ何の決め台詞だっけ。なんだっけそれ。あれだ、ユンボダンプユンボダンプだよ。ユンボダンプもね、あのなんか X ファクターみたいな感じの出てましたね。おな日本の芸人さん結構いろいろと出てますからね、うん、あれとかあのタンバリンの人、はいはい、ゴンゾー、ゴンゾーさん、ゴンゾーさん受けてましたからね。すごいよね。すごい受けてました。ユンボダンプさんも受けてましたし、あとあの、うん、テーブルクロス引きの、あー何でしたっけ。あの方もね、方も吉本でしたっけ、うん、芸人さんですよね。そうですね。あー X ファクター出たいな。特にないんですけど芸人なんかある芸人ペン回しはほどほどにできます。渡米はファクターまではちょっと厳しいかな。渡米を授業中にちょっと友達に見せるぐらいだった。あ、うん、
渡米を許可します。ありがとうございます。許可します。パクります。夢をつかみ、うん、つかんでください、うん、アメリカンドリーム、アメリカンドリーム。ひえひえ。黒紫さん、初詣は3月ぐらいに行けば十分で。そうですね、別にだからこの、うん、あの時期間とか僕特にこだわってないんで1月、うん、2月ぐらいに行ってもいいかもしれないですね。俺も今年は2月に行きましたからね。あー、全然テンションはどう？やっぱ、まあ、あんまりもう冷め切ってるけども、うん、神社自体は、うん、冷め切ってるけども、俺からしたらもう初詣ですか。まあそうだよね、うん、初めての。これがいいのかわからないですけど、まあ、うん、いいんじゃない、ね、いいんじゃない、うん、行かないよりか今年もよろしゅうお願いしますっつって、うん、しょうもない、神頼み、神頼みして、しょうもないおみくじ引いて、まあ、で何パターンかしかないね、神通りに言うな、うん、恋愛運がどうの言うな言うな、そんな気にしながら今日一日まで今日まで生きてきたわけですか。そりゃエピソードもないわな、紙一枚にな、人生をもう決められちゃしょうもない。殺すぞ殺すぞ、とんでもないパワーワードですよ。宮里くん、ブチ殺すぞ。宮里くん、ブチをつけた、ブチ、九州のブチつけたらダメだよ。ブチだぞお前、とってもとっても怖いよ。殺さないで、ダメですよ、ダメですよ、こんなこと言ったら、うん、ダメですよ。まあ、私は、まあまあそれはいいのかな、仕事はないですけど、うん、もう普通にちょっとゆっくりしようかなって感じですね。バイトもあんまないんで僕は。お正月を過ごすぞ、うん、本当は旅行行きたいんですけどね、パーッと。あら、行ってきたらいいじゃない。金がね。お金、わー、黙れですよ。黙れ、怖っ、黙れ、怖っ、すごいなぁ。リア充には厳しいから、ほんとに温泉とか行きたいですけどね。ダメダメ。僕正直委員長300円です、ね、おお、なんかこのラジオでなんかね、僕の財布事情があらわに、まあ自分から言ってるからあれだけど、うん、ちょっと300円、300円らしいです。あ、中地君にぜひ、なんかほんとに ねお願いします。ルパン24世さん、ギャラリーに誰かいるの？そんな怖いこと言わない、言わないでください。こちょ、いないっす、いないです、いないっす、はい、いないです。黒紫さん、 FEC のキャラクターミルクの神様にお参りしようと。ああ、僕あれの中に入ってましたよ。おいおい、そんなこと言うな。何回かありますね。中身とかないでしょ。あるだろ、どう考えても。いい大人なんだから。おい、ミッキーの中には誰か入ってるし。壊すな、壊すな、そんな。ミルクの神様、何もかも人が入ってます。僕中の人をやってました。神イコール人ということで、もちろん神はだって人が作るもんですからね。全てを想像するのは人間でございます。ああ、平等です。はい、どういうラジオなんでしょうか。ちょっとわからないですけど、宗教っぽくなっちゃいましたけど、今日もまたしょうもない1時間、本当申し訳ないですね。毎回しょうもないですね。ありがとうございます。はい、では今週の総括、統括を宮里くん、はい、お願いして心にさせるポエムをお願いします。そんなんやったっけ。はい、あれ、そんなやつ。来週火曜日までこの言葉を胸に生きていただきたいというこのポエムを宮里くんが、お唱えしますので、はい、ではお聞きください、どうぞ。ソースカツのソースは中濃。はい、はい、ということで刺さりましたでしょうか。刺さるかい、刺さるかい、こんなもん。ということでお送りしてきましたカマルの放送実行委員会。こんなんでいいの。お送りしたのは上地でも下地でもない中地と顔濃い芸人の宮健でした。おつかまる、おつかまる、どうもカマルがとうございました。お店によると思いますけどね。おーも知らんよそれ。ごまだれとかありますし、ね、知らんよや。なるほど、なるほどじゃないよ。ね、いきなり来てきます。そんなに刺さる？泣くほど？俺の言霊すごゆた？ゆたなんだ俺。ゆたしく陰影さみだ。うわー、やかましい。やかましい。やかましいはいきなんとね。やかましい方なぜちょっと疲れないんですか。まあまあハードですよね。本当に何時間ぶっ続けでミキサーしてるんですか。今日は全然間20分ぐらいの間がある。でも
でも今日は山下さんが2時間のやつやってくれたんで、全然間がありました。疲れてくださいよ。え、疲れたからがゆえのこの勝負なんですね。そうなのかな。